島県藪塚温泉にこのほどスネークセンターなる蛇の飼育所が出来上がりました。見年にちなんであるマムシ酒を作る会社の社長さんが蛇の研究と宣伝という一石二鳥を狙ったもの。開園を待ちきれず怖いもの見たさの観光客が毎日押しかけ、冬眠中の蛇を驚かしています。そして帰りには即席蛇料理のサービス。これでは快適な住まいが出来上がっても蛇にとって今年はとんだ厄年になりそうです。こちらは東京の東十条にある珍しい蜂療法。針の治療に代わるもので名付けてミツバチ刺激療法と言います。しくり刺して万病を治すとあって大変な評判。患者さん一人に平均20匹のミツバチがけなげに挑みます。そしてお役目が終われば大往生を遂げるのです。だが何といっても犬こそ人間の一番良き友。ここ京都の中島さん夫婦に飼われているさっちゃんは駅舎犬として有名です。人間様の悩みなら何でも占ってあげようという大変なお犬様。当たるも八卦、当たらぬも八卦などといういい加減なものではありません。確率9割を誇っているのです。数字に強く数で占うのが得意。お札の勘定など朝飯前です。それだけに中島さんの可愛がりようも格別。3度の食事も一緒のテーブルでということになります。誠に優雅な生活と言えましょう。物価高や株価の低迷、入学試験などと近頃富に悩みの多くなった人間様、さっちゃんの噂を聞いて奈良や大阪からも訪れる人が多いようです。受かるためにはわらをもつかみたいというのが大学受験生。早速お伺いを立ててみましたが、答えは明快。この学生さん、もう少し勉強が必要のようです。これはまた難しい経済問題。あのね、さっちゃん、ちょっと君に聞くんだ。この頃の株の話なんだがな、このまま持ってた方がいいか、それとももう思い切って話した方がいいか、ちょっと判断に苦しんでんのでね、一つ君の嫌だまでこれを答えてほしいんだよ。どうやら手放さないようにとのご託宣。労せずいささか虫の良すぎる人間様の注文にむくれ気味。煩わしい浮世の風にどうやらさすがのさっちゃんも面倒くさくなってしまったようです。